おぼけを上にして、切符や定期をご利用順に入れてください。ご希望のボタンを押してください。現金を入れてください。IC カードの入力にご注意ください。領収書はお次に、現金を入れてください。IC カードの取り忘れにご注意ください。